どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのアメックスプラチナカードありますよね。でもう一枚ですね、こちらアメックスのゴールドカード、ちょっとこちらビジネスついてるんですけど、ビジネスはねちょっと忘れてください。個人のゴールドカードですね。この2つにですね、プリンスホテルのホテルメンバーシップがですね開始になりましたということで、本日はこちらの解説と実際の登録ねやっていきたいなと思います。ということで、結構前にですね、メールでプラチナカードね持っている方は、今年の夏からですね、このホテルメンバーシップにプリンスホテルね追加になりますっていう話と、またねプラチナカード持っている方にはですね、無条件でプラチナステータスをね付与するっていうのをねもう発表してたんですよね。で、今年の夏からね始まるっていう話だったんですけども、いつから始まるのかななんていう風にねずっと待ってたんですけども、先日ね公式サイトこういった形でね更新されておりまして、プリンスステータスサービスということで、プリンスホテルズリゾーツの年間ご利用金額などに応じて決まるプリンスステータス、朝食などの様々な特典を楽しみいただけるこのサービスに、プラチナカード会員様はプラチナメンバーに、アメリカンエクスプレスゴールドカード会員様はゴールドメンバーに無条件で登録できますということで、私はですねこのプラチナカードにですね、プラチナステータスがね付与されるっていうのは、事前にね把握してたんですけども、なんとですねゴールドカードにもですね今回ステータスが付与されるっていう風になりますんで、これね全然知らなかったんですけども、個人カードっていうのはですね今までねこのホテルメンバーシップっていうのは多分ねないと思うんですよね。プリンスホテルの、ゴールドステータスということで、すごいねめちゃくちゃ特典受けられるわけではないんですけども、ないよりかはねあった方がいいかななんていう風に思いますので、これはねかなりいいニュースですよね。ゴールドカードね保有されている方もですね、今回の動画ね見ていただいて登録ねやっといていただければなと思います。それではですね、今回ねアメックスゴールドカードにはゴールドステータス、プラチナカードにはプラチナステータスということで、ステータス特典ね一応おさらいねやっておきたいなと思います。公式サイトねこういった PDF がありますので、これもね概要欄に公式サイトの URL 載せておきますので、確認されたい方はですねぜひ確認しといていただければなと思います。で、プリンスホテルのステータスはですねブルーとゴールド、プラチナでね分かれておりまして、このゴールドステータスね、ゴールドカード持っている方はねこちらが利用できるっていう風になりますんで、いろいろねありますけども、やはりね一番大きいのはレイトチェックアウトですかね。これ非常にいいですよね。最大3時間まで無料でね延長していただけるっていう風になりますんで、このレイトチェックアウトね本当に1回体験してしまうとですね、なかなかねレイトチェックアウトなしでねホテルから出てかなきゃいけないって結構ね大変っていう風になりますんで、このレイトチェックアウトはね非常にいいですよね。ゴールドカードね保有されている方はですねぜひね登録しといていただければなと思います。登録フォームもですね概要欄にね載せておきますんで、ぜひねチェックしてください。で、プリンスホテルのねプラチナステータスになるとですね、こちらレイトチェックアウトもねもちろん利用することができるんですけども、やはりね朝食はね無料になるっていう点でね、このプリンスホテルのねプラチナステータスっていうのは非常にいいですよね。しかもねちょっと細かい字になっているんですけども、これね同室の方も全員無料になるんですよね。ですのでマリオットの場合はね、2名分が無料になって、それ以外はホテルの裁量によってね有料になるかどうかとか変わってくるんですけども、この同室の方はですね全員無料でね利用することができるっていう風になりますんで、これはね非常に大きい特典ですよね。これね私もねちょっと使いたいななんていう風に思っているんですけども、やはりプラチナステータスのね一番大きい特典はここら辺ですかね。またねプリンスホテルのねプラチナステータスね持っていると、プールがあるねホテル、オーイストロングビーチとかもそうだと思うんですけども、プールのね入場料かかんなかったりするので、こういったところもね結構良かったりするので、プラチナカードということで、持ってる方ねかなり少ないと思うんですけども、ぜひねこのプリンスホテルの登録ねしといていただければなと思います。こういったところですかね。それ以外にはカバーチャージが無料になったりね、バーとか利用するときにカバーチャージって取られるんですけども、そういったのがねプラチナステータスだと、無料になったりね、ウェルカムサービスということで、ウェルカムドリンクとかそういったものがねいただけるみたいですね。あとね開放とかもね何ヶ月に1回ぐらいね、うち今ね奥さんがねプリンスホテルのプラチナステータス持ってるんで、何ヶ月か1回にね開放が届くんですけども、そういった感じになります。それはね実際に登録ねやっていきたいと思います。 URL ね概要欄に貼っておきますので、こちらからねやっていただければなと思います。
いいですね。プリンスステータスサービスということで、こちらね、ゴールドカードとプラチナカードでね、まあ分かれてるんですけども、まあその説明がね、書いてあります。で、プラチナカードね、まあ今回持っている方は、プラチナステータスね、利用することができるんですけども、本会員のみがね、利用することができるっていう風になっておりますので、特にね、家族カードの方がプラチナステータスね、もらえるとか、そういったことはありません。で、まあ、特典はね、書いてありますので、こちらね、見ていただければ、まあ先ほどね、説明した通りなんですけども、まあこういったことがね、書いてあります。で、気をつけていただきたいんですけども、これね、登録して、登録が反映されるまでね、だいたい4週間から6週間、まあ1ヶ月ぐらいですかね、こちらかかるっていう風になりますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。プリンスホテルはですね、ステータス獲得するとですね、プリンスホテルから書き留めが届いて、ステータスカードがね、送られてきますので、まあ、それを目安にですね利用していただくのはねいいのではないのかなと思います。これはステータスが使えると思ってねホテルに宿泊して、まあ、ステータスが使えなかったらですねかなり残念な思いされるかななんていうふうに思いますので、この点はねご注意いただければなと思います。ではね登録していきましょう。下の方に行っていただくとプラチナベイウェイアクセスっていうのがねありますので、こちらの登録するをね押していただきます。あれですね、ログインになりますね。ログインしていきましょう。はい、そうするとプリンスステータスプラチナメンバーということで、プラチナカード会員様はプラチナメンバーに登録できますということで、まあこれね、あ、ステータス特典もね全部一覧で書いてありますね。ここ見てもいいかもしれないですね。ではね、登録情報の確認というところをね押していきましょう。はい、そうするとプリンスホテルの公式サイトにあれですね移動するみたいですね。ウェルカムプリンスステータスサービスということで、おお、すごいですね。いや、いい、かっこいいですね。うん、これは多分あれですね、どこだっけプリンス桜タワーですね、多分今のは。あ、これでいいんですかね。プラチナメンバー特典のご利用の流れということで、新規の方と、すでにね、プリンスクラブの会員の方ということで、私はね、プリンスホテルの会員番号を持っておりますので、すでにのところから行きたいと思います。ではやっていきましょう。ステータス変更の申し込みはこちらということで、こちらで、あ、こっちですね。はい。で、ステータス変更の申し込みフォームということで、あ、書いてありますね。アメリカンエクスプレスに登録していただける情報と同一の情報をご入力くださいということで、これあれですね、ミスってると良くないみたいですね。ではプリンスホテルのお客様番号を入れていきましょう。これでもう入力自体はね完了みたいですね。で、先ほど言った通りですね、通常お申し込みから4週間から6週間後に入力していただいたメールアドレスにステータス変更完了のお知らせをお送りしますということで、1ヶ月ぐらいね経つと変更完了のメールがね来るみたいですね。こちらね覚えておいていただければなと思います。でね、1点訂正ですね、申し訳ありません。プリンスホテルのねステータスカードの話をちょっとどこかでしてるかもしれないんですけども、これね下の方に書いてありますね。アプリでの会員証発行となります。カードの発行はございませんのであらかじめご了承くださいということで、4週間から6週間後ね したらですね、ステータス変更完了のねメールのお知らせが来るそうなので、まあそれで OK みたいですね。本来ねプリンスホテルってプラチナステータスになるとカードがね届くわけなんですけども、カードの発行ないみたいですね。こちらね申し訳ございません。こちら訂正させていただきます。まあひとまずね入力は非常に簡単ですので、ゴールドカードね、プラチナカード保有されている方はですね、サクッとね入力ねしといていただければなと思います。まあいずれにしてもですね、4週間から6週間ぐらいねかかるみたいなので、この点はねご注意ください。ということで今回ですね、アメックスのゴールドカードとプラチナカードにですね、プリンスホテルのホテルメンバーシップにはとうとう開始ということで、まあ実際に利用できるまではですね、1ヶ月ぐらいね、かかるかななんていうふうに思うんですけども、まあ新しいね、ホテルメンバーシップね、とうとう始まりますんで、非常にいいですね。まあこのプリンスホテルっていうのは日本国内にもね、かなりありますけども、ハワイとかにもね、これプリンスホテルありますので、これちょっと詳しく見てないですけども、プリンスホテルのステータスね、使えるんですかね。まあ使えないってことは多分ないと思うんですけども、ステータス特典なんでね。ですんで、ハワイのプリンスホテルとかで朝食ね、無料で利用できたりするんであればね、かなりいいですよね。ちょっとね、次ハワイ行くときにね、ちょっと間に合うようであればですね、ちょっと利用したいですよね。またですね、今回このステータス特典ね、ゴールドカードとプラチナカードにね、付与されたわけなんですけども、アメックスプラチナカードには、
ファイン&ホテルズ&リゾーツっていう FHR ってありますよね。名前あってたな、今。はい。FHR ありますよね。で、これとね、併用できるかどうかっていうのは、ちょっとね、できたりできなかったりしますので、これはね、ちょっと利用する方は、コンシェルジュデスクとかにね、聞いた方がいいかもしれないですね。で、アメックスプラチナカードの方は、カードを更新すると、フリーステイギフトって来ますよね。で、これとステータス特典っていうのは、併用することができるっていう風になりますんで、ですので次のね、フリーステイギフトとかね、プリンスホテルね、選んでいただくっていうのも、かなりね、いいのではないのかなと思います。またね、今回プリンスホテルのステータスがね、利用することができるわけなんですけども、ステータス特典ね、利用するにはですね、第三者機関のね、予約サイト、まあ楽天トラベルとかヤフートラベルとかね、いろいろありますけども、まあこういったね、外部サイトを利用していただくとですね、このステータス特典っていうのは、利用することができないっていう風になりますんで、今回ね、ステータス特典もらえて利用されたい方はですね、プリンスホテルの公式サイトからね、予約ね、するようにしてください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。